はい、どうも。音と映像来てたら教えてください。窓です。よろしく。いやー、ずっと寝てたわ。のんたんとずーっと寝てた。すごい睡眠を楽しんでましたよ。ごめんね。昨日、おととい配信少なくて。15名さんいらっしゃい。はい、こんばんは。キャノピーいらっしゃい。窓です。よろしく。太った、本当に。やばい、太ったわ。ダイエットしないとね。ちょっと、30分ばかしウォーキングします。今日は、企画1件入ってるんで。はい、こんばんは。サーポンいらっしゃい。楽しんでて。配信で今日は、昔馴染みの配信者と久々に会って企画やります。楽しんでってください。はい、ワード2。チヨいらっしゃい。映像と音声問題ないかったら教えてください。ナウシカいらっしゃい。いつもありがとう、ナウシカ。楽しんでってね。散歩配信でーす。よく寝たよ、本当に。いやー、もう30時間ぐらいずっと寝っぱなしだったね。よく寝た。疲れが取れたよ。なんかさ、肩こりがやっぱ取れないんだよ。ずっとパソコンの前にいるから。だから、YouTube で、ストレッチの動画見てさ、風船ありがとう。ストレッチをしたら、血行が良くなってぐっすり寝れた。目が疲れるらしいね、やっぱり。風船プレゼントありがとう。チヨ OK ありがとう。PTPT になったら教えてください。よう寝たわ。風船ありがとう。ありがとうね。風船ありがとう。ありがとうございます。楽しんでいきましょう。今日も配信料。おい、富子さんいらっしゃい。楽しんでって。富子さんいらっしゃい。やっぱ配信はパソコン配信に限るな。携帯だとどうしても画質落ちるからね。俺はパソコンで配信するのが好きだわ。やっぱニコ生出身だからね。こんばんは、先ほどすいませんでした。映像と音声。お、コウスケさんどうもどうも。ああ、さっきの。はい。なんかジョブズっていう風に書いてあったから誰かなと思って。はい、桜子いらっしゃい、私。今日寒いよ、ちょっと。若干。ただ、そんなに寒くはないかな。そんなに寒くない。ああ、いました。ちゃんまんの配信、僕は、ほんと、うなちゃんまんきっかけで、配信の世界入ってきたんで、本当に配信界では勝手に師匠だと思ってるぐらいなんで、よく見てますよ。ただ、あんまりね、俺がコメント打つと、配信の流れね、良くないから、あんまりコメント打たないですけど、ロムってますね。和道さん、職場の人間関係に悩んでます。アドバイスあればよろしくお願いします。人間関係で大体ダメになるんだよ。職場の退職理由の8割は人間関係なのね、実は。給料とかじゃないんですよ。i メッセージと u メッセージっていうのがあって、言うメッセージっていうのはダメな使い方で、なんでお前はこうなの？なんでお前はこうなの？なんでお前これできないの？とかいうのは嫌われる。だから、人から好かれる喋り方っていうのはアイメッセージ。私はこう思うよっていう。例えば部下と接するときも、例えば部下が遅刻したと。そしたら、お前が遅刻すると心配だよって。私は心配だよって。お前が頑張ってると、ね、何々さんが頑張ってると私嬉しいよっていう、そういうね、アイメッセージ。私はこう思うよっていう言い方をすると、職場と人間関係が良くなるよ。だからお前はっていう言い方は嫌われる喋り方だね。これだけでだいぶ変わると思う、人間関係。今日はね、古い、もう1年2年ぐらい前から知り合いの若い生主と会いに行きますね。コラボをします。うん。人間関係で悩むのはしょうがないことだから。そうそうそう。自分を変えちゃった方がいいんだよ。他人を変えようとするとやっぱ大変だからさ。自分が変わった方が早いよね。今日はね、幡ヶ谷って言って渋谷の方に行こうと思ってますね、今から。今がちょうど中野の方かな。リア凸ではない。待ち合わせしてる。待ち合わせをしてますね。そうですね、幡ヶ谷の方に行こうと思ってます。古い友人と会うんですよ。都内そんなにお金持ってたら楽しいけどね、東京はね。うん。なんでもお金かかりますよ。そうそう、なんか坂上の交差点よりもね、渋谷の方ですね、こっちは。千葉スタイル時代の友人。いや、そんな古くない。生主としての友人ですよね。千葉スタイル、俺が23とかの頃立ち上げたベンチャーだから、実は日本初の YouTuber は僕なんじゃないかって勝手に思ってますよ。結構古くからね、YouTube と連動したポータルサイトをやってて、昔ですね、職場の先輩がいちいち行ってくるのに悩んでます。もう結果で死滅しかないんじゃないかな。うん。仕事ができるかどうかよりもね、職場ではね、気に入られるかどうかだと思ってる、俺は。気に入られちゃった方がいいよ。そうそうそう、YouTuber っていう職業がなかった頃、そういうのを初めてやったの多分俺なんだよね。周りで誰もいなかった。そう、ビデオ投稿みたいな。ビデオ投稿っていうか、本人が出て何かを紹介するっていうスタイルを多分日本で初めてやったの俺なんだよね、実は。周りに誰もいなかったよ。だから多分ね、YouTuber の原型を一番最初にやったの俺だと思う。本当に。私はね、パソコン配信だから綺麗なんだよ。他のところと比べて。俺はね、パソコンでの配信にこだわってるから。やっぱ画質が綺麗な方が配信って感じがするからね。携帯電話でどうしても楽なんだけど、画質とか音がね、全然違うんだよね。こっちの方が俺は好きだな。気に入られるように、そうそうそう。だから、気に入られるように動けばいいんだよ。その人を飲んだりさ、プライベートで話したりとか。うん、金梅さんはね、携帯だね。金梅さんは携帯配信だよ。うん。俺が知る限り。キャス勢は結構携帯配信が多いかな。千葉スタイル時代の人っていうか、あれはね、自分が社長でやってて、全員部下で、しかもほとんど弟が、社員で働いてくれてて、弟の友達とかだったんだよ。繋がってないですね。やっくんいらっしゃい、どうも。後輩が働いててくれてたから。繋がってないですね。芝スタイルは、クライアントとも繋がってないからね。俺がもうビジネス辞めちゃったからね。はい、みんないらっしゃい。ニコ生の時から、いや、俺ずっとパソコンだって、ほら。パソコンだよ。ゆいがさんのステッカーとか、川崎洋平くんのステッカーとか。パソコンでやってるよ。俺は、携帯配信あんまやんない。画質が、やっぱ、みんなに綺麗な映像を届けたいから。ああ、そうだよ。うん。ニコ生携帯でほとんど配信できないから。うん。画角が広いんだよ。うん。パソコン配信の方が。映像の幅がワイドなんだよね。携帯はね、ちょっと小さいんだよ。光学レンズなんだよ、こっちの方が。今はね、ここはなんていう道なんだろう。ここは、なんて言うんだろう。結構でっかい道路なんだけど。携帯はあくまでサブかな。うん。私はキャスからなのでわからない。あ、そうだったんだ。おい、ベロンジョ様いらっしゃい。いつもありがとう。楽しんでて。散歩です。これからね、知り合いの生主とコラボするために、歩きで向かってますね。山手通りかな。ちょっと待ってね。今見てみるから。これはどこだろう。これでっかい道路だよ、でもこれ。中野坂上とかを走ってるんだけど、看板が。はい、ワード2、ニート太郎さんいらっしゃい。ね、317って書いてある。317だって。317って。山手通りかな。317だって。俺がね、ほら、車乗らないから、あんまりわかんないんだよ、通りの名前が。317は山手通りで合ってんのかな合ってる。ちょっとごめん、俺がね、道路の名前詳しくないんだよね。アスペで、通りの名前覚えらんないんだよ。あ、そうなんだ。ありがとう。山手通りナウだね。優雅な生ポ生活は勝ち組やな。ツードローさんいらっしゃい。いや、優雅かな。どうだろうね。結構、別に普通に貧乏暮らししてるだけだと思うけど。優雅かな？どうだろうね。別に普通に、そんな金持ってないけどね。なんか楽しい。よかったよかった。そんな贅沢してるとは思わないけどね。ただ、無駄遣いはあんまりしなくて、結構高いもの買うからね、俺。物持ちがいいもの買うから、それでなんか小物とかさ、ソファーとかなんか高そうに見えるものは買うよね。でもそこはセンスでしょ。別に値段高いわけじゃないよ。ソファーも2000円で買ったし。うん。ほら、センスは買えないじゃん。センスは金じゃ買えないから。だって俺、革靴なんか、昨日メンテナンスして、革靴水でジャブジャブ洗ったんだけど、もう壊れかけてるから、今度オーバーホールしようと思ってんだ。革靴なんて俺、それこそ千葉スタイルの時、起業した時に買ったから、22の時に買ったんだよ。だから9年間履いてんだよ。革靴。すごい物持ち良くない？革靴9年履いたことある？みんなないでしょ。リーガルだね。リーガルでもそんな、ハイラインじゃなくて、結構安めのラインナップで、23,800 円だね。23,800 円。でも9年間持ったら、まあオーバーホール1回やってもね、いいんじゃないと思うから。普通のそこは3回ぐらい変えた。2回か3回変えたけどね。だから物持ちがいいのを買いたいっていうのはあるよね。すぐ壊れるものはあんまり買いたくなくて、高くてもいいから物持ちがいいもの。だからコストパフォーマンスとか気にするかもしんない。うん。もう一箇所穴開いちゃってるけど、一回リーガルに持ってって、修理しようと思ってる。オーバーホールって言うんだけど。うん。靴好きなんだよ。革靴が好きでさ。日本で売ってる本格靴の入りがやっぱリーガルだから、そんな高いブランドじゃないんだけど。昨日配信者のところで、カニ60杯、ヌーボー30本投げたフォアなファンがいました。かなりビビってた。いや、すごいね。俺もカニ結構もらってますよ、みんなから。カルベ TM の方がええで。俺はね、今買いたいなと思ってるの、オールデンのコードマンの V チップ買いたいね。コードマンの V チップが欲しくて。うん。それは子供の頃からの夢なんだよね。子供っていうか、まあ、起業した、キッズの頃だよね。22とかの頃に。うん。あと、小物とかだったらベルルッティとかが好きだね。うん。俺は靴はオールデンが欲しいですね。オールデンの V チップコード版。赤。赤っつっても茶色っぽい感じだけど。93名さんいらっしゃい。はい、ヘネシーいらっしゃい、わとつ。全然コアではないけど。ただ、コードバン雨に弱いからね。だから旅配信用にいい靴買おうと思ってんだけど、何がいいかなと思って。弟は動画配信とかやってないんじゃないかな、わかんない。もう縁切ってるから、弟とももう数年会ってないもん。弟は何やってんだろうね。わかんないね。1時間ですごいね。おかげさまで、今月は7万円現在稼いでます。みんなありがとう。今月15万稼げたら旅配信行こうと思ってるんでよろしくお願いします。ラストスパート、残り10日間で8万稼げば旅配信行けるんでよろしくお願いします。風船プレゼントありがとう。いや、俺が事件を起こしちゃったから家族に迷惑かかんないようにと思って家族とは縁切ったんだよ。だからもう妹も子供結婚して子供生まれてるし、じいちゃんは死んじゃったらしくて、葬式にも行けてないし、弟はなんか今起業して頑張ってるって噂聞いたけどね。グッズ販売はやらない。俺これグッズ和道グッズなんだけど、この和道のサムネイル、このペンダントをこれお世話になった人に配ってるから、だからもし欲しい人とかいたらリア凸するかなんかしてください。花火いっぱい投げてくれてる人とか、支援してくれてる人とかにはこれあげるんで。ポッキーありがとう。サンキュー、風船ありがとう。和道グッズはネックレスとピンバッジ。ただ、販売はしない。俺、欲しい人は DM ください。DM。まだもう生産終わっちゃったんだけど、次はピンバッジかな。多分次はピンバッジになると思う。ピンバッジ。あ、別に普通に、欲しい人、現金で融資するとか何でもいいですよ。いろいろ相談してください。ただ、あんまりね、グッズを売るのがあんま好きじゃなくて、だから、これは俺からみんなに対するお守りっていうか、プレゼントだから、俺はお守りだって言ってるの。俺が好きな人とか、俺が大切に思ってる人に対しての無償であげるものだから。だからもし支援してくれる人は寄付っていう形がいいんだよね。そんな感じ。だから DM で相談して。また新しく発注かけないとね。結構クオリティ高いでしょ。ペンダント。結構みんな、このクオリティをグッズでタダで配ってんの初めて見たって言われるよ。結構好評ですね。まあ俺としては花火が一番いいんだけどね。やっぱりその15万に対する目標達成にどんどん近づいていくから。ふわっちを盛り上げてくれるのが一番助かるから。ここの運営さん俺すごいいいなとも思ってるし。ふわっちが儲かるのは俺にとっていいことだから。このサイト維持したいし。名前言ってもわかんないと思うよ。昔、ニコ生見てた人ならわかるんだけど、橋本くん事件の時にお酒ぶっかけた男の子いたでしょ。コッペくんって言うんだけど。革靴の方が俺は歩きやすいね。今、洗ってるから革靴を、スニーカー履いてるんだけど、スニーカーはあんまり好みじゃないね。スニーカー嫌いだね。ナイキのスニーカー履いてるんだけど。コッペくん。そうそう。コッペがなんかふわっちで生主復活してるんだけど、アクティブゼロとかなのよ。だから、ちょっと売名させてあげようかなと思って。もともとすごい人気があった配信者なんだけどね。アイテムのふわがにすごくないですか？ふわがにすごいよね。俺も何個ぐらいもらったかな。ふわがに結構いただきましたよ。で、俺の場合、花火一発でスクワット5回、ふわがりの場合はスクワット15回、どこでもやりますっていうことを公言してるから、最近太ももがすごいパンパンに。のんたんがすごいって言ったらもう、太もも今ムッキムキ。ふわっちで飯食べれるようになるの。りょうすけさんいらっしゃい。コメントありがとう。今、だいたい7万円ぐらいかな、今月。先月は3万円、今月は7万円。で、今のところ15万とりあえず目指してるって感じかな。あと10日で8万ぐらい。頑張って稼がせてもらってますね。まあまあ、食ってける人も結構いると思うよ。俺みたいな過疎配信者でこれだけ食えてるんだから。ねえ。はい、ワード2、エリさんいらっしゃい。楽しんでってね。今日はコラボです。100名超えました。パチパチ、ありがとう。100名超えました。ここのね、カレー屋さんすごく美味しいよ。もう何食べ放題で、ターリー屋さんっていうインドカレーなんだけど、ここのベジタブルカレーがすごい美味しい。初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。面白かったらフォローしてね。面白かったらフォローしてください。もうね、配信で飯を食いたいっていう風にずっと言ってて、もう4年目だけど、まだね、それは達成してないね。バイトもやんないといけない。おー、てるちゃんぴーいらっしゃい。ニコ生とかの動画配信時代が来た。そうだね、配信者が稼げるようになってきたね、だんだんね。YouTuber からかなり出遅れたけど、まあまあ、いい時代が来たなっていう風に俺は思ってるね。生主たちが稼げてくるっていうか。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、風鈴さん、ロータリーさん、ミミさん、吉田さん、サッペさん、ワイリーさん、フォローありがとう。フォローありがとうね、風鈴さん。てるちゃんぴん知ってますよ、僕。たまにロムってます。どうもどうも。配信者さんだよね。よろしく。一緒にふわっち盛り上げましょう。来てくれてありがとう。フォローありがとう。面白かったらでいいんでフォローしてください。お願いします。おい、ハッチはだつー、いつもありがとう。うちのナンバーワン囲いが来ましたよ。ご覧の番組は、ハッチ様の提供でお送りしております。ハッチはもうずっとね、俺のことね、支援して続けてくれてる、ナンバーワンリスナーですよ。もう古いね、ハッチもだいぶ古くなってきたね。古参の域になってきたね。おー、もふもふいらっしゃい。今 DM しました。後で見ておくよ。後で見ておく。今日は配信中は俺 DM 返さないし、 LINE 基本的に返さないから、確か後で必ず返すから。今ね、古い生主に会いに行く。橋本くんに酒かけた事件知ってる人いるかな。橋本くんに酒をかけた主犯者に。ハートプレゼントありがとう、風鈴さんありがとう。はい、つみきちゃんいらっしゃい。こんばんは。楽しんでってね。今日企画やります。これから企画やりますんで。でも俺の企画じゃなくて、そいつが考えた企画なんだけど、クソつまんないんだよね。おー、ワンタロウいらっしゃい。どうそっちは。ツイッター見てるよ。なんか車の展示会みたいなとこいたね。ツイッター見てるよ、ワンタロウいらっしゃい。楽しんでて。ワンタロウどう？調子いい？最近は。はい、ありがとうございます。風船いただきました。あっちありがとう。ありがとうございます。エリさん風船ありがとう。エリさん風船ありがありがとうございます。和道サムネ欲しいよ。和道サムネ全然当てるよ。フォロワー増えた。よかったよかった。またコラボしようね。どこでもやるよ。どこでも俺はスクワットはやるよ。ありがとう、風船。おい、ちびたお疲れ。いらっしゃい。カニが来るとしてまたま、カニが来たらもう大変だよ。カニは大変だよ。おい、お疲れです。宮高さんどうも、いつもありがとう。おい、古代いらっしゃい。いつもありがとう。ありがとう、みんな応援してくれて。頑張るからね。一緒に旅に出よう。みんなと一緒に旅をするのが俺の夢だから。はい、こんばんは。ふわりんさんいらっしゃい。楽しんでって。和田さん出かけるので YouTube で。お、エリさん風船ありがとう。YouTube で見てね。エリさんありがとう。カニありがとう。カニと風船ね。20回やります。ありがとうございます。汗かいた。最近1日100回ぐらいやってるからね。そうっすね。ふわっち3桁おかげさまで行くようになりましたね。いや、こういうのはね、恥ずかしがってたら生主なんかできないから。今日暑くないよ。今日結構涼しいよ。旅中も全部やるよ。音響いてた。あ、YouTube と配信は全然違うよ。俺両方やってたけど全然違う。動画は編集スキルだよ。で、生放送はね、キャラクターと喋りだね。時間軸が全然違うんだよ。だから別物だと思った方がいい。YouTube はね、DVD に近いね。いい運動だわ。太ももがバッキバキだよ。太ももがバッキバキ。楽しいね。いいね、いいね。みんなで頑張ろうぜ。暑い。ふわっち配信者はトーク力が必要だな、リスナーと。いや、ていうかキャラクターかな、配信は。別に喋りが下手でもね、キャラが良ければ通用すると思うよ。ぶっちゃけた話ね、トークスキルは上がっていくから。トークスキルはいくらでも上がっていく。続けることが大事なんだよ。だからそれよりも自分らしさを磨いていく方が大事だと俺は思ってるね。自分らしく配信するっていう。暗くなってきたな。そうそう、愛されキャラね。リスナーさんから可愛がられてなんぼ。俺の彼女ののんたんは、もう、9年ぐらい生放送を見てるんだけど、のんたんが言ってた。いじられることが美味しいと思うやつじゃないと、配信はダメっていう。リスナーからいじられてなんぼだから、いじられるの嫌いなやつは向いてないって言ってたね。いじられて美味しいって思わないとダメよ。そうそう、みんな知ってた闇将軍引退しちゃったんだよね。おい、ギボ愛子さんいらっしゃい。楽しんでってね。愛子さんどうも。そう、パルパルは、だから、もう美味しいと思える配信じゃないと。はい、和田2、たくみさんいらっしゃい。はい、カエルくんこんばんは。面白かったらフォローしてね。あと僕 YouTube もやってます。過去の動画は YouTube で見れますので、YouTube のチャンネル登録もよろしくお願いします。YouTube チャンネル登録お願いします。今100名超えてるんでね。ああ、たまに言われますね。香川さんに似てるって。たまに言われますね。香川のスタイルは参考にしてんのみたいな。特に別に意識はしてないんだけどね。ちょっとタバコ吸おうか。風鈴さんありがとう。タバコ吸います。休憩しよう。待ち合わせの時間6時だからまだ間に合うから。タバコ吸います。うわぁ、今日の企画なんか下りそうなんだよな。今日向こうが企画考えてきたんだけど、ちょっと下るんじゃねえかなっていう不安があるんだよね。まあ面白くするように誘導はするけど、コッペっていう子だね。橋本くんに酒ぶっかけた男の子だね、コッペくん。昔はすごい人気あったんだけどダメになっちゃったんだよね、酒かけ事件から。いや、全然意識してないよ、俺は。牛島くん。俺、牛島くん嫌いなんだ、漫画、結構。だからね、なんでだろうと思って。丸メガネはずっと昔からかけてるし。そう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 。よく言われるんだよね、牛島くん意識してんのって。俺、山田孝之すごい好きだから、意識はしてないんだけどね。嬉しいけどね。でも、牛島くんっていう漫画があんま好きじゃないんだよ。だから若い子によく言われるかな。だから闇金ですかとか、牛島くん意識してんのとか。暗くなるの早いな。日が落ちるのが早いよ。山田孝之演技力、いや、すごいっすね。迫力ある、そのかっこいい演技もできるのは、まあ、すごいのは当たり前なんだけど、実はコメディができるっていうのが俺はすごいと思ってる。シリアスな役は意外とできるんだよ。意外と日本人ならできるのね。日本人で一番簡単な演技って言われてんのが、ヤクザと軍人って言われてんの。日本人の気質としてそれはあるんだって。軍人とヤクザは素人でもできる。だけど、コメディであったりとか、そういうのはね、レベル高いんだよ。ガチャヒロさんコメントありがとう。楽しかったらフォローしてね。コメントありがとうね。俺は意識はしてないですね。若手では一番好きな俳優かな、山田孝之は。俺はね、好きな俳優、山崎努さんとかが好きだね。山崎努さんが好き。花火ありがとう。僕の放送はですね、500円、1000円以上のアイテムが入ったらスクワットします。花火ありがとう。1回、2回。ちょっと待って、これやり直し。これやり直し。1回。回3回花火ありがとうあっち4回5回うい汗だくだぜありがとうね花火お新しいフォロワーさんがフォローしてくれたちょっとチェックしようか新しいフォロワーさん紹介します。ガチャヒロさん、フォローありがとう。あと、風鈴さんだね。マドウさん、YouTube。ちょっと待ってね。目が悪いから。ちょっと近くに。ゆうかさんいらっしゃい。YouTube とかでは拝見。生放送初めて。コメントありがとう。楽しんでいってください。面白かったらフォローしてね、ゆうかさん。コメントありがとう。今日は企画をやります、これから。コラボ配信やるんで。15万稼いで旅配信ってまさか歩き旅ですよ。っていうか、俺はヒッチハイクとか歩きとかこだわらないで本格的な旅なんで、その時その時の状況によってヒッチハイクしたりリスナーさんに送ってもらったり。フォローしてくれた？ありがとう。嬉しいな。YouTube のチャンネルもフォローしてください。新しいフォロワーさん紹介します。ルージュさん、ゆうかさん、フォローありがとう。うん、その時その時のノリで世界中回る。うん。ありがとうね。よし。じゃあ、歩きましょう。一服しました。俺は世界回る。まずは日本国内やって、全都道府県制覇したら、今度はアメリカかな。今度大陸ごとに制覇しようと思ってるね。まずは日本国内からやります。北海道を目指して歩きます。初見さんいらっしゃい。さくらさん、コメントありがとう。面白かったらでいいんでフォローしてください。コメントありがとう、さくらさん。まず日本の旅はまず北を目指して北海道行こうかなと思ってるね。千葉、茨城、福島。仙台、宮城の方だね。っていう風に回ろうと思ってる。夜の街いいよね。東京は明るいからね、夜も。で、沖縄、今度、外側からこう、沖縄の方行って。で、ぐるーっと回って東京に帰ってくるっていう。そんな感じかな。北海道行くよ。まずは北目指すから。北海道のリスナーさんかなり多いからさ。俺のリスナーさん、北海道リスナー多いんですよ。だから北海道の滞在は結構長くなると思うね。多分。みんなリア凸してね。今考えてるのは、でっかい布製の日本地図を買って、みんなに寄せ書きしてもらおうと思ってる。で、最後、旅が終わったらそれを部屋に飾ろうかなと思ってるから、みんなリア凸してさ、寄せ書きしに来てよ。うん。寄せ書き。リア凸 OK だよ、もちろん。リア凸街じゃなくて、ひたすら歩いて、リスナーさんと出会っていく。岩手来たら絶対リア凸行きます。絶対行くよ。来てね、岩手。みんなのところに会いに行くから。じゃあみんなで一緒に飯食いましょう。で、日本を制覇して仲間を作ったら、今度仲間と一緒に世界行くから。うん、みんなと一緒に世界行くから、俺は。よろしくね。アメリカでリア凸できるように頑張ります。高橋さんってアメリカ住んでんの？アメリカ、アメリカどうだろうね、カリフォルニアから多分入ると思うから、西海岸から多分、向こうの方行くと思う。そう。で、その世界旅行をもとに映画一本撮ろうと思ってるから。映画を作るのも夢ですね。外国でリア凸とかやってみたい。いや、どうだろうね。外国にリスナーさん結構いんのかな、わかんないけど。でも、海外でリア凸は感動するだろうね。東京在住、俺もリア凸のために、あ、そうなんだ。いいね。アメリカでリア凸は超盛り上がるよね。それはいいね。しばらく一緒にいたりね。2、3日。将来は政治家？いや、僕ね、じいちゃんが政治家だったんですよ。国会議員3期、沖縄自民党の総裁。要は沖縄自民党の立ち上げメンバーなんだけど、トップだったんだけど、要は田中角栄と一緒に政治家やってたんですよ。だから政治はね、ちょっとね、大変なの分かってるから、あんまり国会議員になりたいとかないっすね。実は政治家の家系なんですよ、僕。アメリカね、俺1回だけ行ったことあるね、アメリカは。さあ、Wi-Fi が不安だよね、Wi-Fi がどうなるのか。西銘順次で検索したら出てくるよ。ウィキペディア出てくる。俺のじいちゃん。西銘順次。沖縄で、東大卒業してるね。首席だったらしいよ。くそ頭良かったんだよね。まあ、政治家向いてるだろうね、正直ね。俺も思う。政治家向いてると思うね。よし。俺もそう思うかな。電波はどう？音も途切れてない？いや、もう目的地着いたよ。幡ヶ谷。浅井さんとカラオケいつもやってるところで。もう着いた。30分前到着しちゃったね。大丈夫？電波。映像も音声も問題ない？田中角栄とか夏井。浅井さんね、強烈なキャラクターだよね。仕事へ六本木向かうからそろそろ落ちる。おい、富子さん仕事頑張ってください。六本木行くんだ。いいね。日曜日なのに大変っすね。頑張ってください、富子さん。お仕事。どうしようかな。どこで待とうか。どこで待ってようかな。ちょっと早く着きすぎたね。早く着きすぎた。どうしようかな。どっかでお茶でもする？タバコ吸えるところで。タバコ吸えるところ。喫煙所がないんだよな、この辺。喫煙所。散策しようか、せっかくだから。おい、高谷お疲れ様。いらっしゃい。お疲れ。プラプラ散歩しよう。配信 OK なカフェ。どうだろうね。はい、ゆうこさんこんばんは。楽しんでってね。いつもありがとう、ゆうこさん。探索しようか。はい、こんばんは。おぶちゃん、コメントありがとう。こんばんは。30分ぐらい時間潰せるところ。あ、初見さんか。初見さんコメントありがとう。面白かったらフォローしてね。面白かったらフォローしてください。外でもスクワットもう何回ぐらいやった？35回ぐらいやってるよ。フォローしてありがとう。外でも全然スクワットしてるよ。やってるやってる。全然やってるよ、俺は。どうしようかな。タバコ吸えるところがないね。もう待ち合わせ場所には着いてるんだけどね。今ね、幡ヶ谷っていう渋谷区ですね。渋谷区の幡ヶ谷。幡ヶ谷をブラブラしてます。待ち合わせ場所なんですよ。店がな、それっぽい店がないな。逆側、反対側戻ろうか、ちょっと。今日はこれから企画があるんですよ。俺はね、もうお酒やめたから、お酒は飲まない。生主さんと会うんですよ、これから。企画やります。お酒やめたんだよ、俺。あんまり飲んでてもいいことないなと思って。とある人が影響が大きいんだよね。はい、青じいさんいらっしゃい。金梅の金のくずは済みましたが、大丈夫？リステリン、ぐずぐずうがいしたから。ご飯食べて、いってらっしゃい。ゆうこさんいってらっしゃい。偉いかどうかわかんない。普通に酒が合わなかっただけだよ。別に酒飲む人嫌いじゃないよ。俺が体に合わなかっただけ。あ、さくらさんフォローありがとう。ありがとう。みんなフォローありがとうね。YouTube も過去の動画は全部 YouTube に上げてるんで、YouTube の方よろしくお願いします。フォロー。人が多いな。私もお酒飲んでる。酒やめられない。全然いいと思うよ、お酒好きだったら。俺はただお酒が体に合わなかっただけだから、頭痛くなっちゃうんだよ。いや、もともとね、お酒強いんだよ。ただほら、お金は高いし、まずいし、頭痛くなるし、酔っ払ったら人に迷惑かけるし、あんまりなんかいいことないなと思って。平常心でも全然楽しいから、俺は。そう、タバコはやめようとは思わないけどね。タバコは全然吸いますよ。ないなぁ。タバコ吸える場所ないなぁ。缶コーヒーでも飲みながら雑談しようか、じゃあ。時間はね、6時集合だから、早めに着いちゃった感じ。早く着きすぎたんだよね。おい、ピノこんばんは。コメントありがとう。楽しんでって。今から企画やります。音割れてない？大丈夫？音割れてない？デイリーランキングナンバーワン一回取ってみたいね。ねえ、リスワンはナンバーワン取ったから、そろそろデイリーランキングを目指したいよね。少し割れてる？喫茶店タバコ吸うのありだね。あ、割れてるね。これくらいでどうかな。これでも割れてる？ちょっと割れてるか。どう？少しボリューム下げたけど。イブさん、初見さんいらっしゃい。コメントありがとう。面白かったらでいいんでフォローしてください。今から企画やります。どう？治った？十分聞き取れる？大丈夫？なんかどうしても、家だとモニターがあるから聞こえるんだけど。ポッキーありがとう。ファッキープレゼント。外だからかな。うん。自分の音がわからないからね。テーステース。これくらいかな。オッケー。多少割れてる。オッケーオッケー。うん。新しいフォロワーさんがいるんで紹介します。新しくフォローしてくれた人ありがとうございます。新しいフォロワーさんが、さくらさん、おぐちゃん、ありがとう。さくらさん、おぐちゃん、フォローありがとうね。ありがとう。吸いたいな。マックス缶コーヒーって知ってる？これマックス缶コーヒー知ってる？みんな甘ったるいコーヒー。千葉とか限定だったんだけど、最近東京でも出てきたね。マッカン、甘ったるいコーヒー。俺はね、新宿です。新宿区に住んでます。歩いてきましたね。ここまで。僕は新宿です。知らないでしょ。関東限定なんですよ。で、最近東京でも売り始めた。千葉県と茨城しか売ってなかったんだけどね。そうそう、練乳が入ってるから甘ったるいコーヒー。こんなに甘いコーヒー世の中にあるのかっていうぐらい甘いの。和尾かな、神奈川県に住んでる。おぐちゃん？おぐちゃんが神奈川県に住んでる。なんか缶コーヒーはブラックが好きなんだ。ブラックが好き。ああ、そうなんだ。神奈川なんだ。北海道にも入り始め、そうなんだ。知らなかったわ。はい、ワド2、くみたんいらっしゃい。今日はこれから企画をやります。楽しんでってください。今日は企画です。今ね、待ってるところですね。ハッサン、今日ファッションチェックやるじゃん。和道のファッションチェックやる。今日はね、ジャケットに、いつもの黒ジーパンに、エスニック系の服ですね。モフモフした。この辺がモフモフしてる。今日はね、懐かしい、和道リスナーだったら結構、ああ、懐かしいっていう人ですよ。珍しいメンツですよ。まあ、一人しか来ないけど、メンツって言っても。洒落てる？ありがとう。服最近買ってないね、もう。黒い無地の服しか買わないって決めてるから、新しい服全然買ってない、もう。でもね、服はね、ブランドじゃなくて生地だよ。生地とセンスだよ。だから、センスある人は、ユニクロでも全然かっこよく着こなすよ。服はセンス。バーガープレゼントありがとう。ありがとね。来ねえな。今度一緒にディナーでもしましょうよ。あ、ごめんなさい。僕ね、彼女がいてね、彼女心配させたくないんで、女性とピンで会うことはないんですよ。オフ会とかやってるんで、もしよかったら団体だったら大丈夫ですけど、ピンで会うと、彼女がすごい嫉妬するんで、使うと心配かけたくないんで、ごめんね。複数人だったら大丈夫ですけど、高ければいいってもんだ。ああ、ネイちゃんは突よいしょ。ネイちゃんは突ありがとう。花火ありがとう。ありがとうございます。イブ花火ありがとう。姉ちゃん久しぶりじゃね？久しぶりじゃない？姉ちゃん久々。いや、花火一発につきスクワット5回やるんですよ。これもう和道ローカルルールです。花火一発につき、スクワット5回。そうだね、みんなでディナーでもしましょう。ぜひぜひ。これからコラボですね、僕は。お菓子？え、お菓子だったの？嘘、俺、マジかよ。お菓子で俺間違えた。花火だと思った。お菓子だったか。まあ、じゃあ今のはサービスで。なんだよ、目が悪いから花火だと思っちゃった。今のはサービスで。どう？旦那さんの浮気はどうよ？失敗したな。サービススクワットだね。太もも今バッキバキだからね。マジで毎日100回ぐらいスクワットしてるからすごい。うん、奥ちゃんありがとう。また来てね。サービススクワットだよ。うん、いついかなる時でも、うん、姉ちゃんの分やったよ。いついかなる時でも僕はスクワットしますから。どんな状況でもスクワットしますよ。うん、ありがとうね。おい、ビールポットさんいらっしゃい。楽しんでってください。これからコラボで人と待ち合わせしてます。すごい、太ももが力士みたいになってるよ。コプセルさん風船ありがとう。ありがとう。楽しんでってください。どうもどうも。まだ来ないね、人が。待ち合わせしてるんだけど。もうあと15分前だからね、そろそろ来てもおかしくないけど。サービス残業みたいなもん。そうそう。そんなもん。誰が来るか楽しみでしょ。結構久々に会うかんな。スクワット素敵。のぞみの部屋さんいらっしゃい。バーガーありがとう。バーガーありがとう。太ももだけだからムッキムキなんだよ、今。すごいムッチムチで、今、俺。あ、チケット買っておこう。チケット残り5枚しかないわ。ちょっと待って、チケット購入する。知ってると思うよ。結構やらかしてるから。ああ、あいつかみたいな感じだと思う。ちょっとアイテム購入するわ。チケット何枚買っとこうかな。残り5枚あるから。アイテム。あ、アイテムじゃない。延長チケットが欲しい。あれ、延長チケットどこだ？何枚ぐらい買おうかな。あれ？延長チケット買えないんだけど。山田さんこんばんは。楽しんでって。あれ？腕立てはね、俺できないんだよね。風船ありがとう、もくもく。あれ？延長チケット購入ってどこだっけ？兄ちゃんありがとう。姉ちゃん花火ありがとう。ありがとうございます。風船ありがとう。バガーありがとう。あれどうやって買うんだっけ、延長チケット。いや、見られるでしょ、それ。それ見られるでしょ。延長チケット。はい、こんばんは。ちいさんいらっしゃい。ポッキーありがとう。あれどうやってやんだっけ。じゃあなんか2日ぶりだからさ。アイテム。小柄、俺171ぐらいですね。171ぐらいですね。サスケさんいらっしゃい。どこだ？アイテムを購入。あれ、アイテム購入じゃなかったっけ？風船ありがとう。あれ、どこだ？風船ありがとうね。いや、全然全然、どこでもやりますよ。みんなが面白いタイミングで。チケットがね、販売ページがないな。いや、配信だとね、小さく見えたり大きく見えたりするから、しょうがないっすよ、それは。でも、大体小さく見えるね。ロートさんくっそでかいかんね。189ぐらいあるかんね。アートプレゼントありがとう。あれ、どうやって買うんだっけ。ふわっちポイント履歴。あ、あったあった。交換だ。あったあった。ありがとう。あったわ。延長チケット交換。何枚買おうかな。20枚くらい買っとこうか。20枚交換します。よし、これで延長困らない。オッケー、みんな延長できたよ。オッケーオッケー。24枚、オッケー。ロハコさんは超でかいかんね。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさんは、モグタンさん、フォローありがとう。モグタンありがとうね。151名さんいらっしゃい。楽しんでってください。いや、もう恥ずかしいとかいう感覚は俺にはないから。恥ずかしいっていう感覚ない。別にぶっちゃけた話、バンにならないんだったら、ここでチンコ見せれるもん。余裕ですよ。恥ずかしさは全くない、俺は。チンコ見せることは全然できるよ。待ち合わせ相手のヒントは、橋本くんにやらかしたやつだね。橋本くんにやらかしたやつ。ロハコさんはでっかいよ。めちゃめちゃでかいよ。俺のインスタグラムリンクあったら、俺のインスタグラム見てごらん。ロハコさんとツーショットの写真あるから。インスタグラムにみんなロハコさんでけえってビビってる。写真だとリアリティがあるから、インスタグラム見てみるといいよ。インスタグラム。あと10分だよ。10分前の待ち合わせなのにな。ダメだな。新人の癖して、過疎なま主の癖して、過疎なま主の癖して、そう。新しいフォロワーさん、キリバンです。750番目のキリバンです。おめでとうございます。ハルレムさん、みんなパチパチ、750名フォロワー、ありがとうございます。750万目は、ハルレムさんです。750人突破しました。ありがとうございます。さあ。いい感じですね、配信業。ありがとう、サスケさん。富田ありがとう、パチパチ。金杯のエイズはネタ？いや、キスではエイズ映んないからね。ピノパチパチありがとう。168名さんいらっしゃい。楽しかったらでいいんでフォローよろしくお願いします。楽しんでってください。これから企画をやります。どうも。キリバンとか懐かしいよね。古いネット民じゃないとわかんないからね。キリバンっていうのは、キリのいい数字のことを、キリのいい番号のことをキリバンって言います。古くからあるネットスラングですね。まあ、まだ9分前だからね、遅刻ではないからね。なんだろう。俺も結構時間にルーズだから。あ、マスターキーか。マスターキー久しぶり。マスターキーに変えたよ、コタファン。ありがとう、来てくれて。なんだ、子さんじゃん。マスターキー切りばん。ちょ。花火ありがとうございます。どうする井浦さんこんばんは。はい、こんばんは。オレンジいらっしゃい。わかんないよね、実際ね。恥ずかしめに合ってますよ、恥ずかしめに。お、新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん紹介します。ベニさんフォローありがとう。ベニさんフォローありがとう。いや、この距離感はやっぱ熟練生主の腕だよね。どれくらいの距離感でやったら面白くなるかっていうのを分かってるから。ここは実は生主の腕ですよ。ダメなやつはこうやってスクワットするから。わかる？面白くない。ダメな配信者はこうやってやっちゃうのよ。ダメだよ。周り巻き込んでいかないと。ロンタンはね、今日来ないって。疲れてるって。いつもやってたら近隣で有名人になりそう。ああ、なんかね、川崎洋平が俺の家に来た時に、なんか、頭がはげてて丸眼鏡をかけてて、いつも部屋の中でずっと喋ってる頭のおかしいお兄さんの家どこですかって言ったら、みんな近所、あそこの家ってみんな近所が指さしたらしいよ。俺の家迷って近所中に頭のおかしいお兄さんの家どこですかってさ、みんな俺の家指さした。あそこだよって。あの頭のおかしい雑談お兄さん、あそこあそこって。フォローありがとう、タロスケ。失礼だよなぁ。ネットではそこそこ有名なんだよ。ネットではそこそこ有名人なんだよ、お兄さん。狭い世界だけどね。今日は来ねえな、とって。風船プレゼントありがとう、マスターキー。やっぱマスターキー、マジでマスターキーに変えてよ、小手さん。マスターキーの方が絶対いいよ。傭兵も大概だよな。はい、こんばんは。なんて読むんだろう。ゆうたんいらっしゃい。こんばんは。おい、ゆうこただいま、お帰り。ゆうこ楽しんでて。そう、通じたらしいよ。ちょっと若干ショックだったよ、俺は。近所にそういう目で見られてたんだ。近所の人にそういう目で俺は見られてたのかよって。かなりショックだよ。頭のおかしい雑談お兄さん。お、また誰かフォローしてくれたね。嬉しいね。新しいフォロワーさん紹介します。タロスケさん、フォローありがとうございます。ベニさんもフォローありがとう。まあ近所で有名になるわな、部屋の中でな、やってたら。そりゃそうでしょ。フォローぜひぜひしてください。頑張りますんで。楽しかったらね、フォローしてください。よろしくお願いします。あ、すいません。上のカラオケの方ですか？はい。2名って空いてます今日。空いてると思います。あ、すぐ行くんで。あ、はい。お願いします。和道さん、カツラ、いや、俺カツラじゃないよ。カツラじゃないけど、頭皮動かせるんだよ。ほら。わかるかな？ちょっとわかりづらい。髪の毛長くないとね。これは、ていうか、カツラかぶるんだったらもっと派手なカツラかぶるわ。ハゲすぎるだろ。全然。風船ありがとう。風船ありがとう。てかマジで遅えな。カツラかぶるんだったらもっとふさふさのやつかぶるわ。お、またフォロワーさん増えました。よいしょ。新しいフォロワーさん、ゆうたんさんフォローありがとう。ゆうたんさんフォローありがとうね。ヒカキンさんもフォローありがとう。ポコタさんフォローありがとう。ありがとうございます。来ねえな。ちょっと遅くね？あと3分だよ。あと3分だよ。早めに来いよな。とても売名する覚悟があると思えないよね。売名する気あんのかな、あいつ。せっかく売名させてやるっつったのに。ダメだな。やっぱ配信気合入ってないんだろうな、そういうところで。お、小谷さんありがとう。よいしょ。スクワット5回ぐらいじゃ全然余裕になってきたからね。いや、いいでしょ。待ってよ、そのまま。ありがとう。ありがとう、小田井さん。まあ、見られてますか。はい、こんばんは。えみちゃんいらっしゃい。楽しんでて。これから企画です。おー、りんごのすけいらっしゃい。楽しんでて。そう、だんだん慣れてくる。だんだん慣れてくる。のんたん見てるかな。のんたん見てたらコメント打って。のんたん寝てるんじゃないかな。一応ね、この交差点で待ち合わせだね。この交差点で待ち合わせ。風船10個ありがとう、りんごのすけさん。ありがとうございます。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、風の旅人さん、あっちゃんさんフォローありがとう。いやいやいや、いいでしょ、連絡。連絡したら配信切れちゃうから。うん。えみさん、風船10個ありがとう。りんごのすげえ、バーガーありがとう。風船10個ありがとう。うん、遅れますの連絡あんのかな。どうだろう、見てみようか、LINE。ドタキャンとかはないでしょう。大人としてないでしょう。ドタキャンはないわ。ああ、LINE いっぱい来てるわ。LINE いっぱい来てるわ。うん、ああ、違う、これ、たくみさんマネージャーだわ。うん。多分ね、たくみさん、マネージャーがね、マネージャーのたくみさんがね、コッペ今詰めてるはず。うん、連絡取ってるでしょ。そうそう、マネージャーさんいるから、そう、コッペと連絡取ってくれてるはず。おー、ジュピターこんばんは。いらっしゃい、楽しんでって来てくれてありがとう。ちょっと上でタバコ吸おう。上にタバコ吸う場所あるから。のんたん見てないっぽいね。おー、来た来た来た。買ってくんでーす。はい。今俺ちょっと配信つけたんですけど。いいよいいよ。あ、はい。今0人ですね。あ、おめでとう。遅いよ。黒いらっしゃい。道広くて、うん、ちょっと一服させて。俺はパソコンだよ。俺はパソコン。あ、これ結構なんか配信用にすごいいいやつですよね。これレッツノート。いやでももう新しいの借りてる俺。あ、そうなんですか。うん、最新型。いやこれはほらうなにぶっ壊されたやつ。あ、なるほど。そう。ここなんですね。ここがなんか割れてる。ほっぺ知ってる人いるか聞いてみろよ。来ますかねこれ。知ってる人。ほら、ほっぺ。久しぶりに見に行った。持って。あ、はい。いや、結構重っ、これ。いや、ちょっと、ニコ生にいたやつ。そうな、あんま影薄かったけどな。久しぶりに見た、ありがとうございます。よかった、俺今ね、配信やってるんですよ。ちょっとリスナー分けてください、僕今3人しかいないんですよ。ふわっち。はい、ふわっち。昔は、アクティブ立ち見へ出るか出ないかぐらいまで盛り上がってたのに。そうですね。橋本くんに酒かけてからひよって、今アクティブゼロ。ゼロ。消えたと思ってた。一回引退したの？引退っていうか、なんかもう、ニコ生やめて、で、コミケしたんですよ。そっからもうなんかずっと、やってなくて、4月ぐらい。どれくらい期間やってなかったの？4月から11月です。4月から何か半年ぐらい。そう、まあ半年ぐらい7ヶ月やってなくて、まあちょっとなんかたまになんかなんていうか、ほらもう生主やってないからもうコメントもさばけなくなってるから。ラッチで名前なんですか？あ、俺はコッペ茶でやってます。これ全部ひらがななんでね。だから俺が名前つけてやったんだからお前ロシなんてに変えろよ。絶対ロシなんての方がウケるから。お前馬面なんだから名前改名した方がいい。絶対ロシなんての方がウケるよ。ああ、ねえ、コッペって名前ダメだよね。俺名前つけてやったんだよ。ロシなんてって名前の方がよくない？馬面なんだから。俺ロシなんてとコッペどっちの方がいいですかね？名前変えるなら今でしょ。どっちがいいと思う？みんなロシなんてとコッペ。この側のコッペとロシなんてどっちの方がピンチ？あ、今ロシなんての方が覚えやすいよね。やっぱそう。絶対キャラ付けでほら馬っぽいとかみんな言ってる。ああ、馬、まあ確かにな。ワドさんっていうことだってすごい信者できてるじゃないですか。いや最近ね、全然いいよ。ほら、ロシなんてが多いよ、やっぱり。ああ。絶対、これね、悪ふざけで言ってるんじゃなくて、絶対キャラ的にロシなんての方がいいと思う。ロシなんてさん、あ、いらっしゃい、どうも、野中さんいらっしゃい。あ、ロシなんてです、僕、これから、じゃあ、はい、でもノリで買います。僕もロシナってなります。わかりました。じゃあもうちょっと勢いでも買いますね。ロシナっての方が絶対伸びる。こうやってる。でも俺名前変えたことないんですよ。俺なんか高1の時からミクシーとかでも使ってて、あ、花火もらったんですよ。僕すごくいますか、和道さんから来た人じゃなくて、普段からまあなんか見てる人で、僕の放送のリスナーいますか、これリスナーさん。ありがとう、花火。花火は今ね、9発、今日9発、カニが1個。あ、なるほど。うん、すごいですよ、この人。懐かしいな、元気だった？あ、俺、まあ元気ですよ、もう。うん、まあちょっとなんか、友達いないんで、あれだったんですけど。あ、そうなんだ。ロスなんてもうスクワットしろ。いいよ。スクワットしようか。あ、行こうか。はい、のぞみの部屋です。あ、こいつが企画考えたんだけどクソつまんないかんね。いや絶対、いや今日の企画外れだよ、こいつが考えたから。いやこれは、いや分かんない。こんにちは。あ、2人で3時間、そんぐらいこの3時間パックって使えますか？じゃあ2人で3時間ナイトパック。あ、了解です。あと、ウェブの割引あるんですけど、チケット。あとで帰りでいいですか？はい。あ、まあ、結構飲んでたから、まあ、ジョイサウンドかダムで。あ、ダムで。はい。お願いします。楽しいだわ。コペ、Wi-Fi 借りるんだったら店員さんに Wi-Fi のあれ聞きな。あ、でもなんか Wi-Fi、今なんか500メーガ増量して。あ、大丈夫なんだ。ありがとうございます。あ、ここ前使った部屋かな。じゃあこれ一回パソコンに切り替えるわ。お酒も OK でしたっけ？俺は飲まないから。あ、でも俺もじゃあ飲まない。いいよ、飲んで。俺最近。飲んでないの？いや、飲んだ方がいいんじゃん。俺はしたら普通に酒やめただけ。俺コーラで。最初のちょっと俺即取りでいいですか？いいよ、別に。じゃあ僕、ジンジャーエール。はい。飲み放題つけれますか？あ、飲み放題いい。飲むの？いやでも今日は大丈夫。あ、じゃあ大丈夫です。よいしょ。じゃあ一旦ちょっとパソコンに切り替える。了解。あ、はい、切り替えます。じゃあ俺もカメラちょっといじるんで一旦落ちますね。皆さんどうも、企画始まりますので、皆さん見に来てください。お疲れ様です。一旦切ります。だいたい3分ぐらいかかるんでよろしくお願いします。3分後に会いましょう。お疲れ様です。企画スタートします。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。